東伏見宮は、明治時代、小松宮秋人新郎が一時、称していた宮号。東伏見宮家は、小松宮の養子、四次となっていた、頼人新郎が、新たに創立した宮家の名であり、伏見宮家の分家。頼人には、継子がなく、宮家としては一代で断絶したが、妻子は継承され、家族の伯爵家となった。 三宅自体は、頼り信と新納子が1947年、GHQ の指令により10月14日、功績離脱するまで存続した。東伏見宮頼り信と初代、頼り信とは、1867年に誕生。陽名を、テーマロウという。1869年に、山品の宮の養子となり、山品宮定まロうを、名乗った。 1885年に小松宮の養子となる。翌年、新王宣言により、正松宮頼人新王となった。1898年、岩倉千香子と結婚。1903年に小松宮秋人新王が皇居する際に、頼人新王の軽視を停止したため、頼人新王は新たに、東伏見宮家を創設した。軍歴としては、 1884年に英国留学。さらに、1890年フランスブレスト海軍、兵学校を卒業し、その後、横須賀陳府司令長官、第二艦隊司令長官を歴任し、海軍大将に上る。また、英国上ジ五世の戴冠式に参列し、大日本水産会総裁、日仏協会名誉総裁などを歴任。1922年、 56歳で皇居。厳水大君位喫下承継職を追放された。頼り親王には、刑子がなく、東伏見宮家は一代で断絶した。しかし、頼り親王と、親王妃千加子が養育していた、国宮国彦を第三王子国秀王が成人後、東伏見宮の妻子を受け継ぐために、親戚降下することで、東伏見の加盟を賜り、 白尺家となった。この親戚効果は、休校室天板が養子を禁止していたためであった。その後、国秀では、京都の少年院門後の門主となって、東伏見寺博士と合した。2004年、次男の東伏見寺明に、少年院の門主を譲り、名誉門主に着いた。2014年1月1日、京都市内で宣言。103歳。 ウィキメディアコモンズには、東伏見宮に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。